向こうも向こうで、それ見てない。あ、そうね。ただいま、ケリーセレモニーを。はい。グラス。おお。青いさん。おお。わしら。1日目と2日目、京柱2日目撮影ですけど、はい、この間に何か心の変化とかありましたか？心の変化っていう大きいものは特にないですよ、やっぱり、はい、でも何かこう、葵さんとグラッセさんで、うん、2人のことを考える時間とかもあったり。そうですね、今日どうなるのかなっていうのはもちろんありました、はい。まあ、これまで、まあ、中学生とかの時はいたとはいえ、そこから彼女もいなく、経験もないということで、デートをエスコートする自信とかはありますか？ない。なるほど。やってきたことないのでエスコートする自信もエスコートされる自信もないです。ちなみに手繋いだことはありますか？ないです。ない。握手ぐらいです。ああ、その握手の相手っていうのはちなみに、いやもう数多くのファンの方や友達です。まあ今日のこのデートも、はい、車で、あ、車というか別室、はい、モニタリング部屋で、はい、後藤さんと都築さんに、はい、見てもらうんですけど、はい、どんな風に今言われてると思いますか？いやもう全く想像ついてないな。なんか悪くは言われてそうだよ。あいつらの経験値は上だからさ、こうしろよとかは絶対言われるから。なるほど、はい。最終日バチェラ最終日、あ、これは塩またぎました。はいはい、別日でございます。あ、こんなぬめって始まるんだ。はい、別日ということでね、この間何日間かの間にちょっと爆破どでかニキビ作ってきた。お前まだまだ思春期ボーイかよ。見すぼらしくなっちゃった。骨格が変わるぐらいのニキビ。わかるわかる、明らかにもう膨れ上がっちゃってんだよね。わかるわ、俺もここできるからめっちゃわかるわ。俺もね、慣れてないけどね、人間性変わるぐらいのニキビできてるから。感情脊髄うわいいね。このうなじぐらいのとこですか？もう前回とは多分俺別人だと思う。普通にやっぱシンプルにこの間とか上手くなったんじゃないかな。脊髄にニキビできたら楽しみにしてほしい。脊髄にニキビできて覚醒するんだ。覚醒するね、お笑い芸人さん。で、今日もあの残り2人ね、前回もラスト2人まで、絞られまして、はい、で今日はどちらか1人に絞る、もしくは選ばないって選択肢もあるんだよね。どっちも選ばないって選択肢を一応残してるらしいんですよ、ルール的には、ね、と、まあもちろんどうなったであれ最終的にネタバラシもありますから。途中でね、もしかしたら見てる方もいるかもしれないから、はい、知らねえなんか前髪遊ばす野郎がいるって思ってる方もいるから、自己紹介してないか、ちょっと改めてちょっと、はい、動画としては一本だ。まあ別動画ね。すいません、お兄ちゃんが築地で卵焼きやってます。どうもテリートです、お願いします。え、テリートさんだ。うわーマジか、結構やめときゃよかった。うわーミスった。結構難しかったです、こっちも難しかった。前回のバットナイスステージの時もあんま受けたから。このシステムにあぐらかいちまった。このやってみようかな。あ、やってみる。自己紹介あるかな。普段あんまりないんですよ。あ、そうなの、うん、自己紹介ないんだ。したらあ、すごい、すごい。知らない人もいるかもしれない、これ一応ね、はい、自己紹介してみても、たくさんの夢を乗せてこんなに早く走れるのは僕だけです。ハイエースです、お願いします。これのハイエースだ。あと俺まだ名乗れてないからさ。結局テリーとのだから、はい、一番最高ナンバーワンなのか。はい、すいません、パーティーちゃんというトリオをやっていますので、はい、スガちゃん最高ナンバーワンです。スガちゃん最高ナンバーワンに今回は、この、まあ、前回前々回とか今ドッキリ中と
で今回その最終的にネタバラシをこうちょっと菅野さんに背負ってもらおうと。そうね、はい、本来僕がその恋愛マスターという位置で僕が呼ばさせてもらったんですけども、はい、まあ、1人ずつ、ね、女の子をコントロールするっていうので、まあ、完全に僕の子が僕のせいで落ちてしまう。やっぱね、自分の番になると緊張しちゃうからさ。ぐらいの立ち位置で見ていてもらえると、わしはもう いるのを知らないんで、はいはいはい、最後こうも出てくるだけでなんでとはなります。なるほどなるほど、簡単なネタバラシになりますけども。はい、わかりました。ということで今回は私服、ツーショットデート、そうです、そうです、私服でデートを、おのおの操作するということでね。なるほど、まあ、またちょっとデート用ですから言ったら雰囲気がまた変わるもんね、うん、で順番とかもう決まってんのこれ。はい、お、順番決まってる。どっちから？葵ちゃんから。あ、ほら、後藤が支持する。葵ちゃんのツーショットデートから。今村ね。あ、名字呼びね。俺ちょっとちなみにこの前回ね、使われてるか分かんないけど、やっぱ後藤が結構エッチめのボケ多かったから、はい、一応 YouTube いろいろ確認したの、うん、まあ、全カットされてね。過去にもやってるのかもしれないけど、はい、YouTube 結構ノーエッチでやってる。ノーエッチでしょ。本当にやめなよ。今回はちょっとほぼエロ企画。うん、これに備えて僕もやってきたことある。あ、そう、はい、何この企画に、今日のこの企画に備えてってことでしょ、うん、何してきたの。血眼怖いのり。血眼怖いのり。血眼怖いのりって愛のり見てきたってことは、バチェラー。あー、バチェラー見てきてんじゃないの。血眼怖いのり。バチェラー見てきて。バチェラーの派生でバチェラーやってるから俺。で僕も僕で前回ちょっとなんか、いやいや、とはいえこういう企画のあれには、うん、ジミージャケットなんじゃねえのってやっぱガノさんに言われてたんですよ、裏で。確かに。俺もう激ピンクジャケット。おいおい、あれマジかよ。激ピンクジャケットの激ピンクスラックス。これもうマッチュラピンクも震え上がるな。さすがにこのピンクは。マッチュラピンクさん全然ピンク着ないからやっぱ。俺が着てピンクだよ。じゃあちょっと準備が整い次第またつないで指示していきましょう。うん、触れずに行こうか最初ね。もう始まってる、こいつの中の作戦が。ちょっとバシの私服もどんな感じか気になるな。いやでも前回いつも通りの感じだった。まあそっか、前回スーツだったからな。一応だからあいつも女の子とデートする時を意識した服装なわけでしょ。いやでも意外、いや多分あいつ無頓着なんで気にしないと思うし。あいつそういうことしない。そういうことしないです。やばい、どうした。激烈にこしたです。おいおいおい。あ、多分。あ、え、あ、もう始まった。ぴょんぴょんバネ行こうか。ぴょんぴょんバネ。女性がプランを提示するんだ。なるほど。定番すぎるデートだと思って、はい、おー、いいじゃないですか。あ、ここがもうボルデンになる。なるほど。はい、 T 行こうか。 T テンション低い。はい、ああ、流しでやりました。ありがとう。ありがとうね。朝一発目だね。なるほどね。これやっぱね、無邪気な女の子がそういう場面場面でしっかりするとグッとくっつかまれるから、うん、素晴らしい指示でしたね。ちょっとたまにあの、ぴょんぴょんだけね、作家さんにどうしようみたいな感じで言おうか。あ、全く見ていない。行っちゃった。私はそうなんです。これ結構ね、結構こうなんで、でも移動の感じとかちょっとドライすぎるぞ。そうなんですよ。もうちょいコミュニケーション取ろう。結構その普通になんか女の子でプライベートっていうよりは、うん、なんかその僕らの女性マネージャーさんとかにもこんな感じなんだよ。ああ、なるほどね。結構その全般に関して、なんとなくこの回ってないとこほど逆になんか気まずいじゃないですか。やっぱどちらかっていうと。うん、そうだよ。ここが何でも目指す。シューズを履いていただきたいんですけど、なんかでも
4。パッと見る感じ弾んでないな、あんまりこう。クライミングは初めてです。僕はやっぱ以前のタイプは初めてです。やっぱこういうタイプの子って常にオンで明るいからいいなって思われるから危険だね。今石橋もやべえやつだと思ってるじゃん。なんか仕事してきてるって思われてるかもしれないですね。そのだから後藤の指示ないとさ、ちょけないじゃん。音楽やばいよな。これ危険だね今。これやばいですね。そうだな、これやばいな。こちらも簡単に流理説明の方させていただくので、ちょっとマットのそばにお願いします。こちらに集まっていただいて、まず壁にこういろいろカラフルな石がついていると思うんですけど、はい、この石のことをホールドと呼びます。このそうホールドを使って登っていくんですけど、はい、まあ、遊び方はシンプルで、同じ色のホールドをたどっていくだけです、はい、そう青だったら青、はい、で白だったら白と色に同じホールドで、ホールドの色で登っていきます。なるほど、来た来た。で白だったら白ちょっと急いでチョケ指示を上げないと。例えばこのコースでしたら足自由なので、この手はこの青いホールドしか使えません、はい、でも足は登ってる最中。なるほどね。コースの難易度が色 でちょっとあと石橋もね、まだ朝っていうのもあってテンション上がってきれてないな。でピンク、黄緑テープと難易度が上がります。おなので、お二人にとってまた金のテープのコースを順番に登っていただくので、うん、運動は結構しますか？運動は、運動に最近しないです。得意ではない。得意ではないです。何やってるの？服って着替えありますか？着替えあります。じゃあ、全然着替えてみて。全然着替えてみて。ありがとうございます。硬いっす。ん？ちょっとだから石橋のテンションが本当に今全く上がってないから、前回はなんかそうですよね。なんか最初なんか掴んであげないといけないですよね、橋って。こっちで前説必要なんですよ、橋テンション上げてきて。誰前説必要なんですよ、誰なんですよ。あ、来た。あ、うん、いいね。あら、じゃあ着替えたんで関係理しに行きましょうか。あら、着替えたんでいいんじゃないですか。関係理しに行きましょう。関係理をしに行きません。関係理いや、ボルダリング上で関係理しに行きます。ボルダリングしましょう。ボルダリングやったことないですもんね。そうなんです。関係理かと思ってます。いや、関係理、関係理この格好でやるのにちょっとどうかと思いますか。ちょっと力こぶ見せてもらっていいですか。やります。ちょっと一回力こぶ見せてもらっていいですか。力こぶ見せて触っていいですかって言ってつま先触ろうか。触っていいですか。あ、いいですよ。いいですか。はい。いやいや、どこ触ってるの。めちゃくちゃ動けるやん。めちゃくちゃ動けるやん。驚かれてる。大丈夫。そうね。ポケとかじゃないんだ。ほんと、ここが力こぶだったね。え、そうです。あ、本当。なんでこうやってやってるんだろう。あ、葵さん的にここが力こぶ、ね、すごい力こぶですよ。どうぞ。やっぱり私の力こぶ触りますか。私の力こぶ触ります。僕の力かも。あ、じゃあちょっと触らせてもらっていいですか。どうぞ。あ、ここですよ。こっちです。こっちか。石橋やっぱ来た瞬間は絶対あ、かわいいねとかなんか一言ないと絶対これもマナーとしてダメですからね。これをつけて、で、足自由ですから。はい。ちなみに石橋はやったことあるの。ありますね。ロケとかでボルダリングは若干、ほんとちょっとだけです。めちゃくちゃ簡単ですよ、これ。これさすがに簡単です。で、これでゴールですから。足自由だと簡単です。そう、足自由だと簡単です。ちょっとアップしていいですかみたいな。ちょっとアップしていいですか。いいですよ。ボブアップしていいですか。ボブアップしていいですか。ウォームアップ。ボブアップ。ボブアップってどういうこと。ボブサップみたいに言ってます。ボブサップみたいに言ってます。ボブサップみたいに言ってたらね。手はね、足自由なんで。お。これはまっすぐ行けちゃうんですか。いや、そうですよ。じゃあ一番簡単なコース。じゃあ、VS 嵐みたいにちょっと。あ、ちょうだいちょうだいって。VS 嵐。ちょうだい。ちょうだい。VS 嵐。あー、ちょっと VS 嵐じゃないんで。ちょうだい。じゃあ行きますよ。はい。いくよ。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。やったー。ウボイさんみたいな言い方してます。健康で容量分かりましたか。分かりました。容量分かりましたね。もう全部できる気がしてきました。じゃあちょっとでもまだなんかカップルっぽさみたいな出てないな。緑ですね。ちょっと仕事っぽいですね。うん、でも仕事っぽいとかまででもないな、なんか硬いんだよ。硬いな、全体的な、ね。私が行きます。行ってらっしゃい。ちょっと簡単すぎるので、みたいな。あ、いいじゃないですか。簡単すぎます。結構。いけた。右手禁止で行きます。次、右手禁止で。右手禁止でどうやって上がっていくの？左に。簡単なんです。赤か白どっち？赤で。じゃあ、赤は、はい、あの足自由になるから。赤だからダンプのこと触るの。あ、足も手も赤だけど。そういうこと。わかりました。いける？赤だけですね。赤だけです。ちょっとダンプだ。いや、俺なんだ。ダンプだから。よし。じゃあ右手禁止でいきます。右手禁止。右手禁止でいきます。右手禁止だったら多分無理です。もう右手使ってるもん、今。あ、ちょっとこれ一回。あ、徐々にスイッチ入ってきた。え、怖い怖い。右手ピンク。右手ピンク、それ今。え、ちょっと赤のボールあれですか？赤のボールあれですよ。右手禁止むずだって言いながらこう。右手禁止むず。いや、右手使ってます。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、これはおもろい。これはおもろいな。なんかテトリスみたいなのあるって降りようか。右下ね、右下。テトリスみたいなのがあるの、降りますみたいな。これね。そんなことよりテトリスみたいなの。テトリスみたいなのあるの。鈴木的な、そう。びっくりした。テトリスみたいな。どれテトリスみたいなの、うん、これでしょ、テトリスみたいな。それです。なんかちょっと行ってみろよ。行ってみろよ。行ってみろよ。マジかわいらしい。でもいやでもどうだろう、ね、相当だるいと思ってる可能性が高いけどね、石橋今。そうです。え、すごいですね。どうやって行ったんですか。だから足を同じところだね。羽生結弦ぐらい飛んでますね。今羽生結弦選手くらい飛んでます。羽生結弦さんの飛ばないの、すごい。羽生結弦さんじゃなくて周り戻りできます。リクエストしていいですか。リクエストでいいですか。上までさっき高いところに戻ったら、はい、周り戻りしてほしいな。羽生結弦みたいな縦回転でした。縦回転で、縦回転ってやばい。白井健三じゃないの。え、もう一回赤やっていいですか。赤やってください。白井健三ですって言いながら登って。白井健三です。白井健三じゃないですよ。それはそれそう。ダパンプ健三です。で、ここがもう怖い。そうね、そこあ、やだ怖いか。いやそう、いけた。もういけるもんですね。島さんスポーツクリケットでしたっけ。いいね、初心者の割に面白いと思わなかった言わないのかな。自分が大喜利出してる、ね、大喜利のセンスはちゃんとあんのよ、線が。受けると思ったことは言うけど弱いなと思ったら言わないんだ。逆に心強いですよね、やっぱ。ありがたいですね。やばい、多分そのボルダリングがおもろすぎるんだ。指示より上行ってる。これめっちゃ楽しいな、やっぱり初めてやった人からすると。でもこう2人でやってること全力で楽しんでくれるの、男性は嬉しいし。そうだね。ボルダリングがおもろすぎるっていうか、おもろすぎるボルダリング。あ、笑ってる。今の可愛いと思ってる。石橋さんぐらい、石橋さんぐらい面白いボルダリングが。それは褒めてる？今の後藤のやつ、褒めてボケるは男が一番好きな種類のボケだから。素晴らしかったです。あ、やっぱそうですか。うん、恋愛マスターが、はい、かわいいってなってると思う今。でも徐々にこの振り回されてる感が癖になってきてたら勝ちだね。いや、そうですね。やっぱ男って結局どっか追っかけたいとこあるから、野獣ですからね。うん、なんか今ついていかなきゃみたいな気持ちが恋愛のドキドキと被り始めたら、これはもう恋に変わってるから。で、石橋がこの無邪気感を今可愛いと思ってくれてるかどうかだよね。どう、石橋ってこういう子どうなんだろう。でも嫌いじゃないと思うけどな。無邪気な感じ、明るい子。うん、いきます。はい。おい、最高。
おお、すごい。これいい無邪気さでした。なんか、ってか普通になんか葵ちゃんのスノーデート見たい、普通に。ね、うん、葵ちゃんのスノーデート見たいんだけど。ダンプ釣りしてるみたいだからそろそろ釣れましたって聞いてみようか。そろそろ釣れましたか。そろそろ釣れました。ああ、釣りじゃないんで。ダンプが好きになっていく可能性もあるからね。お腹触られたりとかね。チェリーセレモニーです。ダンプさん、イカですかって言う。イカですか。イカじゃないんだって。どうしてもイカがいい。なんでイカ好きやねん。いや、イカよりマグロ。マグロよりサーモン。サーモンより。イシメサイ。あや、あや、あや、あや。そういうこと。あや、予想してなかった。予想してなかったです。次どれ行きます。もうちょっと、まあ、青。うん、名前呼んでくれたのかと思った。さっきよりもちょっと名前呼んでくれたのかと思った。青。あ、じゃあします。よくいつも青って呼んでるんで。あ、そうなんだ。冷たかったな今の。あ、違いますとか言って。冷たいな。呼びませんよみたいなね。すごい面倒くさいことになる。だるまさんが転んだって言おう。だるまさんが転んだ。あ、ちょっとまばたきしたからダメです。いえ、まばたき。いいね。可愛い。可愛かったね今の。すごい。ダメ。うん。何が？だるまさんの転んだ知らない？いや、知ってましたよ。今のところその。この後グラッセですか？この後グラッセですか？そうですよ。嫌だな。嫌だな。やばい。今のいいんじゃない？なんか月9っぽかったけどね。月9だったらちゃんとボルダリングして面とかも押さえてるんだけどな。ちょっと壁クリアしてくださいって。じゃあ壁クリアしてください。はい、壁クリアです。いやいや、ここで有吉のことやらない。壁クリアです。しおりさんの悩いです。見事壁クリアです。見事。いやいや、壁クリアです。有吉さんがいないから。なんか恋愛じゃなくてお兄ちゃん的ななんかこう感じになっちゃうと、そうですね。なかなかね。女性としてってよりは良くないかな。でもいや、うん。あ、やばい、まあ、切れちった。あ、これ難しいわ。よいしょ。はい、いないな。すごくなってた。一番のボケだ今の瞬間。一番のボケ。結構声出てたな、石橋。マジかこいつって出しましたよ。運動神経いい女どうですか。運動神経いい女どうですか。いや、素晴らしいと思いますよ。いいと思います。素晴らしいとは。素晴らしいとは。もうちょっと具体的。いや、素晴らしいですよ。素晴らしいです。ちょっとなんかアバウト。アバウトかな。旅行ができる女子って。いや、素晴らしいね。逃げてます。素晴らしいの好きか嫌い。好きか。素晴らしい。ちょっと逃げてます。好きか嫌いかだったら。いや、運動できる人の方が僕はいいですね。好きか嫌いだったらの方が好きです。あ、あ、こういうのやってる。ほら、嫌なんだよな。楽しかった。楽しかったよ。よかった。なんかちょっとテンション低かったから前回。いやいやいや、前回より声出てていいなって思った。あ、見たよ、かわいいな。そうね。いや、それでも好きなんだけど、はい、うお。で、クラスのやつ。グラスです。やだーって言いながら出口行こうか。やだ。何が。マジやだ。マジやだ。いえ。グラスめ。グラスめ。めちゃくちゃ仲良くしてる。グラスめ。どういう終わり方。だから。
けに違和感を覚えちゃうから、単純に。あー、嘘ついちゃった、めっちゃ嘘ついた。すげえ嘘ついた。税関ぐらい嘘ついた。そういう人間になったのかもしれない。もう、お前がもう変えちゃったのかもしれない。元の人間性を。あ、これ石橋さんの。はい。何パッションですか。ヤニそろそろいい、全然できていい、帰ろう。楽しかった。はい、楽しかったです。楽しかった、うん、こちらこそ楽しかった。おお、心から。いや、楽しい。やっぱゴルダリングもそうだし、楽しい、楽しかったですよ。おお、楽しい、楽しかった。マジかよ、はい、これでマジで楽しいどこかわかんない、はい、そうだとしたら、はい、行かれてるよ、石橋。おかしいよ、こんな。でも次、グラスだと思うけど、グラス、まあ、最後のフリーセレモニーの時は、はい、バーチャーだし。まあ、それはどうなのか分からない。ちょっと全然待っていただいて。あ、でもなんかもう目で伝わってきた。どう伝わってますか。あ、もうなんかバーチャーにしよう。あ、本当ですか。じゃあ、お願いします。はい。というわけで、本日は今村あおちゃんと石橋やみおのボルダリングデートでした。はい。すごい子でしたよ。田淵さんぐらいボケてたんじゃないかな。石橋さん的にああいう結構ボケるタイプの子は、いや、全然別に嫌いじゃないですけど、多いなと思って。キムさんって大変なんだなと思いましたね。いや、めっちゃ楽しかったです。前回よりもやっぱ二人きりの方がすごい親密度って増すんだなって思いましたね。着替えてきます。はい、いらっしゃいませ。着替えてきましたって戻ってこい。着替えてきました。早いな。え、気づいてくれない。変わってない。え、変わった。何変わった。何変わったの。物がついた。物が最初がついた。靴下は裏地に。なってない。なった。なってない。さっきももっと裏だった。なってない。着替えてらっしゃる。そういうことでお疲れ様でした。いいんじゃないの。いかがでした、やってみて。指示聞きながら、石橋さんの話聞いて喋るっていうのは難しい。めっちゃ難しいよね。2人の話聞いてなきゃいけないんだもんね。手応えは。手応えはなんか、でも結構なんか表情が柔らかかったなって思いました。後藤が支持してたキャラとそのキャラは どんぐらい、その距離的に。うん、結構なんかゲームはさすがにあんな多くないですけど、でもなんかあんなことしねえけどな。いつも結構その適当に喋ってる感じではあります。無邪気感は近いところは、うん、なるほどね。だからボルダリングまで行って回転して飛び降りたりみたいな、別に。あ、別にあれはいつもの感じ。そうだよね。ただやっぱ本編のそのバチェラーではさ、このタイプのキテレツ女絶対にこの映像しないから。バシェラーならもしなったらやっぱね、バシェラーだよな、とにかく。バシェラーなら、バシェラーでは採用されますので、こういうことね。なるほどね。本当のタイプは男性、自分の本当の。結構、話題とか振ってくれる人がいいですね。なるほどね。石橋はでもあんまなかったよ、この提供、話題提供したりと。石橋さんはなんか結構真逆。まあそうだね、どっちかって受け側の方だからね。結構指示もね、難しいとかありますよね。だからせっかく私服で来たりとかしたら、なんかな、一言欲しかったり、着替えがあって出てきたりとかね。いや、でもお疲れ様でした。お疲れ様です。あともう、ほんとちょっと最終結果を待つだけなんですけども。いや、これいいと思うけどね。まあスタンス変わらずだね、後藤は。そうですね、初日と作戦変えず。そうそう、あなたのなんかアドバイスやんや言ってきたけど負けてるから。恋愛のテクニック売ってれば石橋を理解してるかどうか。そう、やっぱグラッセやだなみたいなのが多分刺さってる。なるほど、直接好きじゃなくて遠回しにこう伝えてる感じ。そうそうそう。いや、これでもあれよ、
一般恋愛会で言ったらさ、だいぶシャバそうだけど。いや、これエグいっすよ。だからこの2番手続きが、これを踏まえ、はい、どう動くか。まあでも、もう全然別物なんですよ、ジャンルが。まあな。陶芸、うん、陶芸ですね。の方が合ってそうだよね。ああ、黙々と作業する感じ。だから、本当この映像として俺のデート尺めっちゃ短くなってるかもしれないですけど、本当なんか無言の時間とかも作ります。あ、もうあえて、はい、はあ、なるほど、無言でいける。そう、うわー、言ってたね、そういえば石橋ね。それで、あいつ皿とかも好きですからね。あ、そうなんだ。そう、陶芸品とか意外とその和のものとか好きなんですよ、骨董品とか。ちょっとグラッセにも合ってるような気がする、うん、なるほどね。まあ、全然違うあれで見れればね、いいなと思います。陶芸ということで頑張ります。はい、で、後藤編、はい、一旦1人目のデートが終わりました。まあ、お見事でした。変わらず、はい、グラッセのツーショットデートです。しんどいな、これ本当に。陶芸はやったことないな。結局、グラッセ。こんな手呼ばれますか。結局、